はい、こんにちは、レトスの野です。今回なんですけれども、全面道路容積率について解説いたします。前回の動画では都市計画で定められた容積率について解説いたしました。で、今回は全面道路の幅員、これによって計算した容積率、これをお伝えしていきます。で、この全面道路容積率っていうのは、全面道路の幅員が、全面道路の幅ですね、が12メートル未満の場合に計算するものなんですね。つまり全面道路の幅が12メートル以上の場合は、この全面道路容積率は考えないんですね。つまり都市計画で定められた容積率がそのまま適用されるということなんですけれども、全面道路の幅が12メートル未満の場合っていうのは、この都市計画で定められた容積率だけじゃなくて、全面道路に基づいて計算した容積率も踏まえて考えないといけないんですね。なので今回お話しする内容は、全面道路の幅員が12メートル未満の場合の話をさせていただきます。例えばなんですけども、まあ、こういった土地がありました。この土地っていうのは工業地域に指定されています。用途地域は工業地域で、全面道路の幅員幅が4メートルでしたと、まあ、こういった場合を考えます。で、この全面道路容積率っていうのは計算方法があって、大きく分けて2つに分けられるんですね。これどうやって分けるかっていうと、この用途地域がどこに該当するかによって分けられるんです。計算方法が分けられるんですね。1つ目が住居系の用途地域の場合、例えば住居系の用途地域っていうのは、低層住居専用地域、中高層住居専用地域、住居地域、準住居地域、あと田園住居地域、これですね。これについては道路の幅×10分の4で計算されます。つまり例えば低層住居専用地域で全面道路の幅が4メートルでしたといった場合は、 4×10 分の4だから10分の16になるということですね。まあ、つまり全面道路容積率は 160% っていうことです。10分の16イコール 160% ですね。で、一方で上記以外、つまり住居系以外の用途地域の場合、これ例えば近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域、工業専用地域、こういったところですね。まあ、ここでは工業地域だからこっちに含みます。この場合は全面道路の幅 ×10 分の6で計算されます。で、今回工業地域で全面道路の幅が4メートルだから 4×10 分の6ですよね。なんで10分の24になるということで、まあ、240% ってことですね。容積率は 240% が上限なんだということです。これが全面道路容積率の上限ですね。で、一方でここの地域が都市計画で10分の40って定められていたと仮定します。で、この場合2つの制限が適用されるっていう話なんですね。つまりどちらも満たす必要があるっていうことなんですよ。言い換えると10分の24っていうものを超えちゃダメだし、かつ10分の40を超えてもダメだっていう話なんです。ということは結果的には小さい方である10分の24、こっちを超えなければ OK だっていうことですよね。こっち超えなかったらこっちも必然と超えないってことになりますんで、つまり小さい方が適用されるんだ、制限が厳しい方、こっちが適用されるんだということです。つまりここの土地の容積率の上限っていうのは10分の24になるよっていう話なんですね。まあ、内容的にはそれほど難しくはないと思うんですけども、これ計算ができないってなってくると、これ言ってることがおそらくわからないと思うんですね。そういった方はこの部分飛ばしてもらって大丈夫です。分数計算わかるよっていう方はぜひですね、ここはしっかり頭に入れておきましょう。実際の本試験で計算問題出てきたりもしてますので、ちゃんと計算までできるようにしておくのがいいと思います。で、一応簡単におさらいをしておくと、この全面道路容積率っていうものは、全面道路の幅、幅員が12メートル未満の場合に限って考えるんだよと。全面道路の幅が12メートル以上の場合っていうのは、これ考えなくてもいいよっていう話なんですね。つまり言い換えると、全面道路の幅が12メートル以上の場合は、都市計画で定められた容積率がそのまま適用されるよってことです。一方で全面道路の幅が12メーター未満の場合は、
都市計画で定められた容積率、こっちも満たさないといけない、こっちも考えなければいけないけども、さらに全面道路で計算した容積率、こっちも考えないといけないよ、2つ考えないといけないよ、で2つの容積率どちらも満たす必要があるから、結果的には小さい方が適用されるよ、小さい方っていうのは言い換えたら制限が厳しい方ですね、が適用されるんだよっていう話になります。で、無料の動画では、まあ、解説についてはさせていただいているんですけども、細かい理解までは解説していない場合もあるんですね。また、宅建試験に合格するために一番重要な問題文の理解については、もうほぼほぼ無料の動画では解説していないんですよ。で、この問題文の理解ができていないと、どれだけ勉強しても点数に結びつかないんですね。解説がどれだけ分かっても、解説をどれだけ理解したとしても、質問内容が分からない、問題文の状況が分からなかったら答えられませんよね。例えば、今日の天気何ですかって私があなたに質問したら、あなたは今日の天気を聞かれているっていうのは分かるわけだから、外を見て、あ、晴れているのであれば晴れって答えることができます。一方で、私が韓国語で質問した場合、もしあなたが韓国語が分からなかったら、質問されている意味、問題文がわからないってことなんです。ということは結果的に外が晴れだっていう答えが分かっていても答えられない。これが実際の本試験で起こっているんですね。なのでこの部分の対策っていうものをしっかり自分自身でやっていかないと、どれだけ勉強しても点数につながらない、合格につながらない勉強になっちゃうんですね。なんでもしあなたが次の試験で絶対合格したいというのであれば、ぜひ個別指導をご検討ください。個別指導では今言ったような問題文の理解についても解説させていただいておりますので、やったらやった分だけ実力を上げていただけます。今からであればあなたに今年合格していただく自信ありますので、一緒に勉強できたら嬉しいです。個別指導についてはこの動画の下の概要欄に URL 貼っておきますので、ぜひご確認ください。宅建合格目指して一緒に頑張っていきましょう。